はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスターではオペラ座からやっていきたいと思います。セッツァーから手紙が来てさらいに来ると、盛り上がった時に来る派手好きのセッツァー、その時に出て行って捕まえれば芝居を台無しにしたら劇場からクビにされる。お手上げだから悩んでる。芝居は成功させたい。マリアはさらわれたくない。取り戻せばいいじゃん別に。てかまあ飛空艇で逃げられたら取り戻せないか。さらわせればいい。おとり女優をさらわせてセッツァーの後をつける。そして飛空艇を横取りする。ダメダメ、マリアのもしものことがあったら。だからおとり、マリアさんを安全な場所で隠れてもらう。似てる、マリア。そんなに似てんのか。マリアに化けたセリス。明暗だーって。元帝国将軍、チャラチャラしたことはできない。だって声質とかもあるじゃん、その姿が似てたとしてもさ。やる気はある。オルトロス、ワイもセッツァーの真似をして挑戦状を送る。すげえな、手紙をそんなとこまで投げられるなんて。読まんかい。でオペラ座の中身自体はちょっとめんどくさいんで申し訳ないけど飛ばします。ピクセルリマスターでね、こうどう変わったのかっていうのはあるかもしれないんですけど、長いんで。団長とかそこで見んの。これ団長とは別か、語り部。西軍と東軍の戦い、日増しに激しくなっていきました。ガルー城の戦士ドラク、激戦の戦地で母国に残してきたマリアのことを思う。マリアってしかも本名なの。なんか作中の名前とかで出てないんだ。さて控室の方に行ってみる。大丈夫かな。行ってやりな。なんでみんな歌ってんだ。マッシュ受けんな。手紙はなくなってんな。オルトロス、誰かが回収してそのままゴミ箱に捨てられたんだな、きっと。べっぴんさんだ。こんな綺麗だったっけ。あの時なぜ助けてくれたのか。好きになった女に何もしてやらずに失ってしまうのはごめん。あの人の代わりなの。似合うですもんね。ごまかしたな。そろそろ出番。ドラッグの安否を気遣うマリアが自分の思いを歌いにする大事なシーン。台本チェックした方がいい。読み返しますか。1コーラス、まあ、これをちょっと覚えてね、選択肢にやるっていう感じ。芝居を感想の間にこなしてちょ。すごいな、これこなせるのがすごいよな。変わらない。行ってきまーす。よし、これで手紙があるんだっけ。気に食われないからオペラ邪魔してやるよ。団長に知らせないと。急げ。ここは別に急がなくていいんだけどね。
何ですと？どんな恐ろしい方法で芝居を邪魔しようか。あれを。4トン。マリアのために重りを落とした。予定より重い。これを落とすまで5分かかるわ。すげえ計算だな。どうやってそもそもここまで持ってきたんだ。せこい真似を。右の部屋の裏方に声をかけてみなさい。舞台上に行きます。任せろ。ちょっと時間制限あるからね。ちゃんと。団長の命令、一番右のスイッチを下へ。お母さんちゃダメだよ。まあ、ちゃんとやろう。ありました、行った。左の部屋のドアが開いている。これ他のスイッチ切ったりすると電気とか切れるんだっけ。なんか忘れちゃったけど、やり直しとかめんどくさいんで。よし、開いてる。で、敵がいるんだよね。これはもう回避できねえな。それなりに強い。王の前でも終わりにしたい。一撃で覚えといて。真ん中のやつがこの体勢あんな。オエティア、なかなかやるじゃないか。スローコンフィ3持ってる。魔法経験値これ、まず王の前で2体倒して、エドガーがドリルでウエティアを仕留めるっていうのもありだな。バイキン、え、なんだ謎。ファイヤーカッパー、しかもバックアタックかい。3ビーム、これは後ろでも変わらない。これ確実にさ、戦闘早送りしてた方がいいよね。バイキン、魔法経験値はマジでいい。ただ若干めんどくせえなこいつら。こっちから行くか。倒しておきたいは倒しておきたいよな。3は美味しいからね本当に。あと2分半か。半分あるってことは、もう1体いけんな。3のためにやるか。増えてる。これいくつ入る。どうせさ、頬の前でなんとかなるでしょ。まず3ビームからの頬の前、もう一回3ビームやれば多分倒せるから。反撃プラス攻撃、効率はいい。3か、変わらんな。まあいい。で、一応ハイポーション1個ずつ使って全開にしてからいくか。チクショー、落とされた。あれ、あいつどこ。あ、下にいたか。ドラッグがいなくなったと思った。いかん、2人が伸びてしまったら話が続かない。誰の妃になったらいい。こいつらさ、ほんと本人の意思完全に無視してるよね。まあでもそれがその時代というのか、政略結婚とかはあったからな。それ考えると辛いよな。望まぬ人と一緒になる。セリスをめとるのはドラクでもラルスでもない。冒険家ロック、下手な演技。黙れ、タコの端くれ、お前に負けない。ミュージックスタート。アドリブが効きすぎている。で、ファイヤー効く？ちょっとやってみよう。で、回転の即死が出ちゃうとね、ちょっと微妙なんだよね。次ね、これは強い。ちょっと待って。
すげえんだけど。はい、578賛成油。これはどんくらいか、100から出して、いや死ぬ。お、消えた。いやまだ現れた。こっちこっち。フェニックスの、あ、バーニンナックル、そういえばマッシュ装備してんのか。だったらっていうかさ、普通ハイポーションの回数多いし。攻撃は普通にバーニンナックルやろう。あ、300ことが強えわ。896で異常なんだ。ゲーちょっと待って、レベル3攻撃まずい。あ、みんなレベル3の倍数だったの。マッシュがあれになってたらまずいな、本当に。直すものってない。万能薬な、使うか。爆裂拳誰いったー。後ろに拳が生えた。え、万能薬ダメなの。殴るか。じゃあ間に合う、メテオストライク効かん。よしよしよし、カッパ友達友達。今度はカッパか、カッパソング。まあいいや、こいつは回復薬。80か、それなりだな。やっぱりマッシュは攻撃だな。もう何も使えない。ハイポーションで常に回復しておこう。楽しい楽しい、こっちは辛いよ。こっち向くとどうなの。一番ボルトやばい。だからマッシュは攻撃で対して強くないし。後ろ向いてるとだいぶダメージが上がるな。殴れ。で、ちょ、マッシュよ。こっちだ。間違えてエドが回復してたよ。いけ。900。今日もダメ。タコですいません。逃げてった。はあ、魔法経験値入るかと思ったら入んなかった。金が8円だけ入っただけだ。待ちな。素晴らしいショーだった。これなんでいちいちあれを脱がすの、衣装。セッツァだ。約束通りマリア持っていく。意外な急展開。ロックの妃になると思われたマリア、セッツァにさらわれた。二人の運命はいかに。パート2ご期待。パート2なんて作れないだろ。あとでゆっくり可愛がってあげる。扱いがひどい、雑すぎだろ。いくらなんでも。これどうやって入ってきたんだろう。立派な女優ぶり。本番第2幕。セッツァは来る。貴様ら、お前はマリオじゃねえな。ベクタに行きたい。飛空艇。マリオじゃなきゃ用はない。あなたの船が世界一と聞いてきた。褒め殺し。フィガロの王、協力してたら褒美はたくさん出す。キナ、手を貸すとは言っていない。帝国のおかげで商売も上がったり、
あなただけじゃない、たくさんの町や村が帝国によって支配されている。魔導の力を悪用し世界を我が物にしようとしている。私の国も今まで帝国とは協力関係にあったが、これまで帝国の稲になってごめんだ。帝国を嫌っている点では意見は同じ。よく見ればあんたマリアよりも綺麗だな。決めた。あんたセリスが俺の女なんだ。だったら手を貸そう。それが条件だ。みんなそんなんでさ、女の人を無理やり自分のものにして満足か。わかった、決まりだ。条件がある。コインでしょ。表が出たら私たちに協力する。裏が出たらあなたの女になる。ギャンブラー、いいでしょう。受けてたと。いいのか、セリス。いいわね。どっちが表でどっちが裏とか確認してないからね。私の勝ち。約束通り手を貸してもらう。貴重な品。両方表。その子にも。イカ様もギャンブルのうち。性行為手を使うとは見上げたもんだ。手を貸してやる。死のギャンブル。俺の命、そっくりチップにしてお前らにかける。オンボロの船がよく飛べる。落ちないのか。落ちるときは落ちる。人生とは運命を切り開く賭けの連続。深い。このでかい船で帝国上空を飛ぶのは目立つ。少し離れた場所に降りよう。俺は低い点に残っていっても飛び立てるようにしておく。ゆっくり飛んでんな。まあ、見つからないようにか。世界に一つしかない飛空艇ってどうやって動力動いてんだろうね。汽車はだってマレッシャしかなかったからね。鉄道、移動手段が若干謎だよね。通信網は電書バトでしょ。移動はチョコボかな、やっぱり。でここに降り立ったのか。アルブルク、帝国に逆らう者は反逆罪で死刑。アルブルク、帝国に占領された町。道具屋さん。ま、あー、バンドヤグ売ってる。1000円だ。さっき無駄に1個使っちゃったかな。テレポストガンじゃん。これだけ使おう。いや、2つ買っとこう。予備として。で、あとは、ここは大陸の東に何か重要なものがある。監視所を作って、誰も入れさせてくれない。賄賂を送らないと商売やっていけない。それ儲かんの？賄賂をやってでも。パーブ帝国家の貸し切り、やりたい放題。いいぞいいぞ。どうせギル持ってないんでしょうって。安月給すぎるだろう。帝国の人じゃない。え、どっちなの。あ、どうせギル持ってないんでしょって俺のことね。帝国兵じゃなくて。金払いはいいんだな。さすが帝国兵。邪魔だ、あっち行け。すいません。約束通りあっち行こう。エリクサーだけパクって。で、アクセサリー屋さんか。イヤリング。アミュレットって何？あー、ゾンビ。毒、暗闇か。まあ、とりあえずいいかな。銀縁メガネそこそこパクったから。それ売ればそれなりの金になるかな。魔法の力に弱い。魔法の力に弱いって言ってもさ、魔法普通の人たちみんな使えないじゃん、だって。ここはこれだけ。ちょっと防具屋と武器屋があるけど、ここの大陸まだ
街があるんだよね。ミスリルプレートとかどうしよう。ちょっと全部見たいな。空っぽ。なんて置いてあんの。ガストラ皇帝に頼まれて絵を描くことになった。何の何の絵とか言ってないんだ、ガストラ皇帝。欲しい絵がね、とにかく絵を描いてくれみたいな。一番困るよね。北の剣、西の学んだ。なかなかいい武器は僕、ほら。ここよりいいってことでしょ。いらっしゃいませ。菊一文字、ダンククロウ。下がる、バッソ。桜吹雪。え、ここまでだってシャドウとかいるの。私は武器学者。アルテマウェポン。自ら力を刃に変える。破壊のために生まれた魔獣。で、上に行ってっていう感じか。じゃあちょっとここは出よう。北の剣、東の、あれどっちだ、バランダ。ここが首都ベクター。先に上に行こう。グラスウィルム。カッパになってる人に、誰かカッパ覚えてる。よし、せっかくだ、戻そう。ゲッ、ひどい。マッシュが、あ、音、機関、カッパを舐める。虫ごときがカッパに勝てると思うな。ハイポーションとか。そうだ、隠れ、毒消し。カッパにはならない。ミカ、まあまあまあいいんじゃない。で、なんかあるな。あれ、ここなんか、そうだよね、印があった。チョコボ屋さん、別にいいよ。全道具屋は特に変わんないかな。帝国の兵士として連れて行かれてしまいました。全の王族、一応これで一つの国なんだ。大陸の中に国が3つあったって感じかな。だいぶ狭いけどね。で、バッソ、ブーメラン。いや、ブーメランはさすがに後ろからでもいいでしょう。ちょっと全部見る。アマンダも見よう。マランダ、どっち名前がわからん。それで考える。ここは変わらないな。ミスリルプレートあたりが最強か。邪魔だ、このガキマジで。一番鬱陶しい。じゃあ話せん。ジャフだ、あっち行け。はい、こっそり押しよう。帝国のガーディアンという兵器、動けない限りものすごく強い。出会ったら逃げた方がいいぞ。別にいいことでも何でもない。大きな扉がある。子供がいない。こっちってなんかあんの。なんもねえや。逆らうと痛い目を見る。イヤリング、エルメスの靴とかって普通に売ってんじゃん。それなりに手に入ってるけどね。で、こんなもんか。じゃあマランダイに行きますか。で、あとちょっと金稼ぎとか魔法稼ぎしたいよね。どっちかっていうと、バチガチ言ったよ。そのまんまになってた。サンダー、サンビーム。本当にさ、魔法に弱いの。サンビームの方が全然強くない。ほうの前に終わっちゃったよ。やる前に魔法習得値は1。こっちからいける。一見たー抜けられた。裏道グラスビル回避率がめっちゃ高い。みんなで3ビーム必殺技4の前で、あと OK。 3ビーム4の前だな。これで倒せる。2持ってるね。いいね。一
応ちょっと見よう。幻獣誰、精霊マスターしてんじゃん。マスターしてないとさ、入れ替えができないんだよね。あとレビテとか2しかないし、1だったとしても50回叩かなきゃいけないからね。でここが学んだか。で宿屋は別にって感じだからね。一番美しい町でもここの、やった、聖水。なかなかに怪しい置き方だったからね。防具屋さんを見よう。あ、ミスリルメイルが売ってんじゃん、竹。ここいいな、ここで揃えよう、防具は。息子が無理やり帝国兵にされた、徴兵制だな。こんな町の警備、出世できないな。犬、刀剣か。やれやれ。結構盛り上がってんじゃん。これくらいしか楽しみがないぜ。賭け金はこちらに。結構住人も一緒になって楽しんでんな。ミスリスペ、あ、トライレント、あ、ここだな。ここが一番良くない？装備揃えんの。あ、でもあれがない、カイエンとかの武器がないけど、まあ、今のところいる人だけ揃えればいいのか。ここあれだよね、多分戦争に行った恋人から手紙の返事が返ってこない、心配で仕方がありません。いや、つらいよな、本当につらいよ。こいつは何してんの。アイシャちゃんって、結婚しとってしつこいの。万能薬。この女の子は前夜アルブルグも同じように天国で占領されてしまった。さて、ではなんか下の方にもなんか あったよね。2つもある。どこだこれ、地図って拡大できないっけ。ここ多分チョコボヤだよね。でもチョコボヤってこんなところで運営しててさ、儲かんの。なんかある。なんもない。別にチョコボに乗りたいわけじゃないんで。でもう右にもなんかあるよね。え、なんだ。あ、別になんで、そういうあれか、地形か、点ってわけではなかった。あと森なんかそこそこいい敵が出てきた気がするんだけど、化石ができる。あれ、マッシュって攻撃しちゃった普通に。攻撃してんな俺。アホの輪になったわ。これあったらみんなにエルにするくせそびさせるか。ロック以外でポイズンリージェネ。ちょ、待って、森に入りたいわけじゃない、森じゃねえ、チョコボヤに入りたいわけじゃないんだ俺は。なんかそれなりの複数敵が出てきてた気がする。魔法ポイントの良いやつがこのくらいの数が出てくればいいんじゃない。3は手に入ってほしいよね、やっぱり。なんだ、げっ、つえやるじゃないか。ワイバーン3だね。よし、3入れば結構いい稼ぎになるんで、ちょっと初めての稼ぎをやってから、次回やっていこうと思います。というところで、次回はあれかな、装備とかもう完全に整えちゃって真ん中の、首都ベルクだっけ、なんか名前忘れちゃったけど、そこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、していただければ幸いです。